今日はですね、先日ね、お話を聞いている方からね、こんなふうにね言われたんですね。そのことでお話したいと思うんですが、一生懸命ねお話を聞いておられて、でもなかなかねご信心っていうのは難しいなってね思っておられてね、まあなんか最初はすごくね喜んで聞いていたけれども、だんだんね苦しくなったりね、腹が立ってきたりとかね、でもなんか逃げたいような気持ちになってきたりとかして、でなんで、引っ張られるようにそれでも来させてもらってるんだとね、話してくださってね、でもなんか非常に迫力があってね、目に涙を浮かべて、言われましたんでね、こっちは感動しましたね。なんかああこんなにね動かされるっていうのはすごいことやな、仏様の力は素晴らしいなとね、思いながら、話したんですけれども、で私ね思い出したんですね、もう阿弥陀様のお心をいただく、親心を知らせていただくということをね、どういうふうに話したらいいかなで今日はね、これにしようと思ったんです。芥川龍之介というね有名な小説家がおられます。とてもね素晴らしい本をたくさん残しておられて、仏教的なねお話も多いんです。でその中でね敏俊というね、男性の方のことの、お話があるんです。これとっても有名なんでねちょっとね紹介したいんですね。敏俊をね自分のことやと思って聞いてもらいたいんですが。あるところにね敏俊という若者がおりました。でこれ中国ですね。お名前聞いて分かるようにこれは唐の都、唐の時代ですね、洛陽ね、素晴らしいね、当時の都のね、西の門にねぼんやりしている若者がおりました。それが敏俊です。彼はねすごいお金持ちの息子だったんですね。しかし財産をね使い尽くしてしまったんですね。でもその日の暮らしにも困るほどねとっても哀れな身になっていてぼーっとしとるわけです。でもその町はねもうその時はね天下に並ぶものがないというほどね、繁栄を極めた都だったんですね。で人がねもう行ったり来たりしとるわけです。でもねぼんやりしてね空を見ておりました。日は暮れてくるし腹は減るし、こんな思いしてくるんだったらねいっそのこと川に身を投げて死のうかなとね思っておりました。するとねどこからともなく老人が現れててからね「お前は何を考えてるんだ?」とね聞かれたんです。私ですか、私はね寝るとこもないんです、今夜ねどうしたものかと考えてるんですと言いました。そしたらねそのおじいちゃんがねそれはかわいそうだなと言いまして、ではね俺が良いことを教えてあげよう、今日この夕日の中に立ってお前の影が地に移ったらその頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい、きっと車にいっぱいの黄金が詰まっているはずだからと言われるんですね。それでもすごく嬉しくなってね本当ですかと言いましてね、パッと見るともう老人どっか消えてるんですね。あれどうしたんだろうと思いましたが、言われたようにね掘ってみたんですね。そしたら、言われた通りね金出てきたんです。でそれで一晩にして敏俊は大金持ちになりまして、もうねその辺におらんぐらいの金持ちになるんですね。それでたちまちねもう当時の玄宗皇帝にも負けないくらいね贅沢な暮らしを始めたわけです。もうね外国のお酒をね取り寄せたりね、もうすごい珍しいね、これにはね竜の目の肉を取り寄せたりとか書いてありますね。あるいはクジャクをね何羽も何羽も買ったり、もうありとあらゆる贅沢をいたしまして過ごしました。でも財産はねいつか尽きますので、なくなっちゃうわけです。でまた貧乏になった。で貧乏になったらもうね急にみんな見向きしないんですね。それでアホなことしたなと思っておるんですが、そしたらまた老人が現れてくれてね、なんやお前またお金なくしたんかと言いまして、じゃあねもう一回教えてあげようと言ってね、同じこと言ってくれるんですね。でそれでもう一度ねチャンスをやろうと言われまして、同じように土を掘ったらまた黄金が出てきた。そしたらまたね同じように贅沢するんですね。で贅沢をし尽くしてまたダメになった。もうね自分でも自分に呆れましてね、もう金はあかんなと。でそれでまた老人がね来てくれたので、おじいさんもうお金はいらないよと、その代わりねあなたは立派な人やろうと、千人かなんかじゃないですか、千人に私もなりたいからね、修行させてくれと言うんですね。修行ね厳しいですよと言われるんですけれども、いやいやもう私ねすごい頑張るから教えてくださいとね言われるわけです。そしていろんなねことがあるんですけれども、千人はですね、どうしてもねそんなふうに千人になりたかったら私の言うことを聞かないといけないとね、今からお前はいろんな目に遭うと、自分がいない時にその時に一言も口を聞いてはいけないと言われるんですね。そしたら年春がねおりましたらね、恐ろしい虎が襲ってきたりね、いろんなことがあるんですね。でもねもう身を裂かれるようなね、ことがあってももう一生懸命目を閉じてるわけです。で一言も話さない、なかなか強情なやつやな、ね、地獄にも連れて行かれたんですね。で地獄に連れて行かれてね恐ろしい目にあった。で自分のね身を引き裂かれる、爪を剥がされる、そんな目にあっても黙っている。なかなか年中も頑張ったわけです。じゃあね閻魔さんが出てきてね、もうこいつはしぶといなと、もうこんなしぶといやつはね分かった、最後の手だと言いまして、鬼に命令するんですね。確かね両親がねこのね世界におるからね連れてこいというんですね。で何なんだろうかとね思っておりましたら、2匹のね馬が出てくるんですね。2匹の馬を、この馬は何やろうかとね思いましたら、顔がねお父さんお母さんなんです。自分の亡くなったお父さんお母さんの顔なんですね。ではっとね思っておりましたら、鬼がその馬を痛めつける。もうガン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 痛めつけ出して、骨と血がね流れ出すんですね。でもう馬がもう息だえだえになってしまってね、でもう今にも死ぬという時になって、年春はねもうたまらなくなるんですね。でもう何とかしようと思っていると、お母さんがね懐かしい声で「いいんですよ、お前が幸せだったらね私たちは大丈夫なんです、お前が元気で幸せならこれよりいいことはないんです」とね、そう言いながら死に絶えようとしたんですね。それで年春はねもう矢ももうたまらなくなるんですね。で馬の方に駆け寄っていって、もう亡くなる馬をね抱きかかえて「お母さん」とね叫ぶわけです。でその時に千人がやってきましてですね「ああお前お母さんと言ったな」って「でもお前がもしお母さんと言わんかったらわしはお前を殺そうかと思っていた」と言うんですね。でこの「お母さん」ってね言うのが私はね阿弥陀様のご苦労やと思うんですね。私たちがたまらなくなってね「何万打仏」とね言わせていただくのがね親心を知らせていただく、ね、このお馬さん、ね、それは阿弥陀様のね姿でもあるなとね思って、私ね、読ませていただきました。今日は年春のねお話をいたしました。最後にご文章を読ませていただきます。釈尊がおときになった教えをすべて知っているとしても、後世のことを知らない者は愚者であり、たとえ文字一つ知らないとしても浄土に往生するいわれを知る者は智者であると言います。ですから浄土真宗ではたくさんの称経を読んでいろんなことを知っていても信心一つで助かるといういわれを知らなければ、虚しいことだと思わなければなりません。親鸞聖人のお言葉にも、どんな人も阿弥陀如来の本願を信じなければ決して助かることはないとあります。ですから、どういう人であろうと自力に頼ることをやめて、お助けくださいと二心なく深く阿弥陀如来を信じお任せするならば、10人は10人、100人は100人、皆浄土に往生できることは全く疑いありません。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。